今日開会した市議会6月定例会で南波市長は所信表明を行いました4次層で掲げ,掲げられている政策施策は実施することが必要なものがほとんどであり継承すべきでと考えていますしかし4次層には十分ではないところがいくつかあります南波市長は 定住人口減少の流れを変えることが必要などと述べ人口減少対策にはデータをもとにした政策が必要であるという考えを示しました6月定例会には15の議案が上呈され一般会計で17億158万円の補正予算案が計上されています6月定例会は来月11日まで行われます